中の、まあ、一番になったってことなんですが、その、日本でですね、もう本当に屈指のチーム、お祭りでですね、大賞を取った踊りをぜひ皆様の直の目でですね、見ていただきたいと思います。それではよろしくお願いします。あ、まだ登ってこれないみたいなんですね。話つなげますね。皆さん、船橋の人ですか？船橋ですか？私も船橋ですよ。私、ここ、地元ですよ、地元。はい。あ、来ましたね。もうね、やっぱ船橋いいですね。いいですか？じゃあ、つなげます。はい、お待たせいたしました。船橋の皆様、こんにちは。こんにちは。地元船橋で活動して23年、よさこいソーランチーム、レダ・マイカグラと申します。ただいま、蟹崎さんから、ありましたように、6月に行われたよさこいソーラン祭りで、レダ・マイカグラ、大賞を取ることができました。本当にありがとうございます。この地元、4年ぶりの地元の開催、この、演舞が、凱旋ということにはなりますが、船橋の皆さんへの恩返し、そしてまた来年も船橋市民祭りにぜひ来てください。そして舞神楽に興味がある人もいたら嬉しいなと思っております。精一杯踊らさせていただきます。千葉船橋レナ舞神楽です。船橋レナマイカグラ。道なき道を切り開く勇気はあるか、覚悟はあるか。涙でにじむ夢のかけら、どんとこの手で掴み取れ。
てもいい溢れる涙を力に変えてマグマよ熱いの塩皆様、お手を拝借よーありがとうございました。はい、ありがとうございました。レーダーマイカグラでした。いかがでした皆さん、よさこいすごいね。